梅沢賢三労働者教育学習論2マルクス主義哲学と階級的基礎の形成8現代社会における疎外と階級意識生きるとは人々は働き生活して生きています。職場の上役や同僚のことで腹が立つこともありますし、またこれまでの苦労ともさっぱり分かれて体が軽くなったような心よい気分に浸ることもあります。仕事の疲れが吹き飛んでしまう家庭でのくつろぎに幸福感を味わいます。だがその家庭はしばしば生きることの苦しみと重みを痛感させる場所でもあります。私たちは食べ、飲み、着、働き、そして休み、あれこれの気分や感情を抱き、あれこれのことを思ったりしながら毎日一日一日という歯車を回しております。そして懐具合と相談しながら自分や家族が必要とするものを買い求め、自分や家族の欲求を満たすことができたことに喜びを見出しています。金さえあれば何でも買える時代です。だが私たちにとってはちょっとしたものを買うにも生活のことを考えてどうしようかと思案するのが私たちの生活の実態ではないでしょうか。ごくありふれた私たちのこうした日常生活の中で生きるということは一体どういうことなのか、ことさらに通ってみたこともなく生活しているのが大部分の人々の日常の姿でありましょう。毎日毎日のこうした生活が人間が生きているということなのだと一般には思われていることでしょう。飲み、食べ、働きなど毎日やっていること、それが生きていることではないか。今更改まって生きるとはなどと聞かれても、考えてみたこともなかったと戸惑ってしまう人も多いことだろうと思います。だが飲み、食べ、着、住むこと、そしてこれらを維持し続けるために働くという、一生を通じて幾万回か繰り返される事柄、さらにその必要のために物を買い求めるという、これまた幾万回か繰り返される事柄が、果たして人間が本当に生きるということなのかどうか。一度立ち止まって私たちが自らにこうした問いかけをし考えてみる。これは大事なことではないかと思います。生きる意味が見定めがたくなっている時代。人間が生命を維持し生活していくためには食べ、飲み、着、休むなどが必要ですし、それは同時にそのためには必要な物資を生産し、それを入手することが必要であることは言うまでもありません。人間自身も自然存在であり生命体であります。そして自然の中で自然とのつながりなしには生きていくことができないものであります。人間をこのように捉えるのが唯物論に立つ哲学の立場であります。唯物論はこの大前提の上に精神的、知的、文化的な諸活動とそれらの人間的な特質を物質的存在条件及び物質的活動との関連において捉えます。これに対して人間を抽象的な観念や精神として捉え、物質的存在条件や物質的活動から切り離し、自然から切り離して観念的に捉える立場が観念論であります。唯物論と観念論は哲学を分かつ二大陣営を形成し、それらが対立し闘争し合って哲学の歴史を形成しております。この対立と闘争は単に哲学においてばかりでなく、思想、学問、人々の意識や運動のあらゆる分野において見られるものであります。したがって唯物論と観念論の闘争は全ての人々に深く関わり合った問題なのです。だがそれにもかかわらず、それらのことが生きることの全てであるとみなすならば、それは誤った見解と言わなければなりません。なぜならば、それらの日々の活動は、人間以外の他の動物にも見られるところの生命維持と種族保存の範囲にとどまるものだからです。人間の場合、動物たちとは比較にならない多様なもの、異質なもの、加工されたもの、豊かなものを消費していることは言うまでもありません。だが このことをもって動物とは違うはずだという反論が出されれば、それに対して私は生活物資の中身の違いをここでは論じているのではないのだと答えたいと思います。それらの生活物資がいかなるものであっても、人間の生活が単に生命維持、種族保存のレベルにとどまったあり方であったとしたならば、その点で動物と変わるところはなくなっていると言わなければなりません。問題はこの点にあるのです。このような議論を展開しなければならないほど、実は現代の人々にとって生きるとはどういうことなのか、日常性の中で現実に感じるものがそのままで明らかなものであり、そして人間的に意義あるものであるのかどうか、もしかすると人間的に生きるための手段と目的とが逆立ちしてしまっているのではないか、こうしたことが極めて捉えがたく、また見通しがたくなっている状況の中に私たちは生きているように思います。何も生きる目的なんてことは考えたこともないし、わざわざ問う必要も感じないさという気分も支配的です。だがこうした気分は、人間が生きることの意味、その目的が疑いもないほど明らかであるところから生じているのではなくて、かえって生きる目的や意味が見失われていることを物語っていると思うのです。宣伝によって掻き立てられ作り出された欲望、それは生活の中から必然的に出てきた必要性、欲望とは必ずしも言えないものが多いのですが、生み出す、購入することによって、
人生の喜びを見出し、生きがいを家庭の幸せや子供の成長にかけて生きる多くの人々の姿は、人間的な生きがいや生きる目的が極めて見通しがたく、捉えがたくなっていることを示すものでしょう。このことはまた、生きる目的が拡散してしまっていることを示しているということができましょう。1967年秋に、東大の三田宗介氏らによって行われた全国青少年意識調査、約4000人の15歳から44歳にわたる全国青少年についての調査によると、生きがいについての質問に対して、一家団らん 23.3%、子どもの成長 23.0%、仕事勉強 19.0、毎日の生活 16.1、レジャー 10.3、わからない 3.0、社会活動 2.5、なし 1.9、その他 0.9 という回答がなされています。これでわかるように、約 50% 近く、半数近くの青少年が家庭に生きがいを見出し、あるいは求めています。これに対して社会活動という考えはわずかに 2.5%、100人のうち3人にも足りないということが明らかにされています。これをさらに未婚、既婚、子ありの3段階で見ると、既婚から子ありと移るにつれて、一家団らん、子どもの成長を生きがいとするものの数が急増し、男子の場合でも子どものあるものは半数が家庭を中心に生きがいにしています。女子の場合になるとそれは 70% に達します。以上は三田宗介、現代の青年像、現代新書、労働することの意味、食べ、飲み、着、住むなどのためにも、流行商品をやっとの思いで買い求めて、幸せな気分を味わうためにも、さまざまな欲望を満たすためにも、今の世の中では金がなくてはどうにもなりません。金は不可能なことを可能にします。金は無知で無節操な人間を高い地位につけ、人々を畏敬させる力を持っていますし、無力な者に力を与えることもできます。金は愛をも支配することができるのです。金が全てを支配する資本主義社会は、拝金主義の欲望を生み出し、これが人間を支配するようになります。こうして人々にとって労働は金を得るための手段となります。これに対してカール・マルクスは、貨幣に対する要求は、国民経済、資本主義経済の意味によって生産された真の要求であり、国民経済が生産する唯一の要求である、経済学哲学思考と指摘しております。さらにマルクスはこの貨幣について、君ができない全てのことをできる。君の貨幣は食うこと、飲むこと、舞踏会や劇場に行くことができるし、芸術、学識、歴史上のめったに見られないもの、政治決定権力を手に入れる術を知っており、旅行もできるし、これら一切を君の自分のものにすることができる。それはこれら一切を買うことができる。貨幣は真の能力である。貨幣は誠実を不誠実に、愛を憎に、憎を愛に、徳を悪徳に、悪徳を徳に、下僕を主人に、主人を下僕に、愚鈍を分別に、分別を愚鈍に転化させる、と述べて、ブルジョア社会において貨幣の持つ力と、それに反比例して小さくなる人間的なもの、そこで作り出される欲望について批判しております。労働講座の席上で私は時々、君たちは何のために働くのですかという質問を試みるのですが、大部分の答えは金を得るため、生きるためということになるのです。言うまでもなく、これが現実の労働の姿なのです。この場合、生きるためというのも、結局は金をもらってそれで生きていくということに帰着するのですから、金を得るためと同じ意味であることがわかります。労働することがこのように金を得るための手段となり、そうして得た金で物を買って生きる。しかも物は何でもある。物を買わせるための宣伝をはじめ、さまざまな働きかけが新聞、テレビ、広告を通して四六時中行われ、流行が作り出されている。このような状態が人々の感覚や価値観を消費中心型に作り上げてきます。買うこと、消費すること、それができることの中に幸せがあると考える意識が、人々の中に深く染み込んでおります。こうした中で労働は、嫌でもやらなければ生きていけないがゆえの、宿命的な仕事として感じるようになり、能動性や自発性の全くない強制された労働として現れるのです。つまり労働そのものは人間的な喜びとはならず、労働においては福を感じるのですが、労働の外で入手する、あるいは享楽する喜びのために、そうした苦間労働に耐えて行っていくものだという労働感が生ずるのです。労働はこういうものとして労働者に現れてくる根拠については別に詳しく述べたいと思いますが、現在の社会の下では働くということがどのような地位と意義づけを与えられているかを、皆さん自身の感じていることと合わせて捉えていただきたいと思います。操作された欲望。さて、
消費に喜びや幸せという生活価値の重点が置かれている現在の生活の方や価値観を、私は消費中心型と呼びましたが、その消費についていくらか考えてみましょう。人々がデパートやストアにあふれる商品をあれこれと物色し、市価の3割引きか半分かで特売品を買えたことに得をした気持ちになり、物を所有できた喜びを味わうところに、いわゆるショッピングの喜びがあるわけです。私自身そうした中の一人になることもあります。そこでの商品の選択や安い品物を手に入れることを、人々は大変自由に主体的に振る舞っているかのように感じます。確かに買う活動は強制によっては成り立ちません。人々は自由に自分の好みや趣味や生活水準や懐具合に基づいて主体的能動的に振る舞っています。だが買い求める品物の量も質も、結局は収入イコール給料に究極的に枠付けられてしまっていることは言うまでもありません。そしてひとたび並べられている品物に触れ、あるいは入手して消費したとき、新しいより高い要求が、より高い欲求が人々のうちに作り出され、それが人々を駆り立てるのです。サークルの仲間たちとハイキングをすることになって、差し当たり必要となった飯盒を買いに行ったとき、その店に並べられた登山用具をあれこれ見ながら、携帯ガスコンロも欲しいなあ、そのうちシェラフザックも買いたいなあという気持ちになってしまいます。欲求は自分の持っていないものに触れるとき、そしてものを使い消費したとき、拡大されて生み出されてくるものです。学習の場合も同じです。食わず嫌いという言葉がありますが、何かの機会に自分の心に染みる内容を学習で得たとき、学習の必要と欲求が生じてくるものです。一つの分野をより深く知っていきたいという方向と同時に、それと関連する他の分野へも学習の欲が向いていきます。読書も同じように次々広がっていくものです。新しい欲求、その広がりと発展はこのように当然のことであり、人間性の発展のために欠くことのできないものでもあります。労働者階級の世界観は卑俗に、そして歪曲されて言われているように禁欲主義なのでは決してありません。かえって人間の人間的欲望を最大限に発展させ、広げ高めて高い知的文化的道徳的な人間性を作り出し、人間の可能性を豊かに全面的に発展させることを目指しているのです。それが科学的社会主義、マルクス主義の目指す社会の目標なのです。これまで私が述べてきた趣旨も欲望を否定してかかっているのではありませんでした。問題は商品を売りつけ利潤を稼ぎ出す資本の意図によって作り出された消費型の一面的に膨張させられた欲望を問題にし、さらにそうした欲望によるショッピングの枠内で人々の欲求や不満の発散と選択の自由が行われるに過ぎないような、いわば操作された欲望とその解放の限界性と幻想性について明らかにすることでした。さまざまな商品にしても大部分が規格化されたものですし、その中での選択の自由にしか過ぎません。遊園地や観光地、山や海でのレクリエーションに至るまで商業主義と規格化がすっかり浸透してしまっていることは皆さんもご存知の通りです。ブルジョア社会というのは欲望を煽り作り出しながらも、それを一面的に片輪にしか作り出さないのです。さらに労働者大衆にとっては制限された欲望と欲求不満しか作り出さない社会なのです。問題はここにあります。マルクスは早くから社会主義を次のように豊かに捉えていました。社会主義を提唱するなら、人間的所要求の豊かさはどのような意義を持っているか、したがって新しい生産の様式並びに新しい生産の対象もまたどのような意義を持っているか、それは人間的な本質的力の新しい実証であり、人間的本質の新しい報復化である。経済学哲学思考、1844年に書かれた。私的所有の使用は全ての人間的な感覚と性質の完全な解放である。しかしそれが解放であるのは、まさしくこれらの感覚と性質が主観的にも客観的にも人間的になっているということによってである。要求ないし享楽はそのエゴイズム的な本性を失っており、自然はその単なる高揚性を失っている。というのは、高揚が人間的な高揚となっていることによってである。逆立ちした世の中、金と物が人間を支配。これまで見てきたように、物、商品と金が人間の上に立って人間に重くのしかかっているのが現代の人間の姿と見ることができましょう。こうして唯具体物主義、今ここにあるところの手にしうる範囲の物の世界にしか自分の生きがいも求められない生き方、考え方が、人間としての生き方と生きる目的の見通しにくい現代の状況の下で人々を支配するようになります。マイホーム主義の土台もここにあるのです。こうした現代社会においては、何でも自由に買え、何でも手に入れることができる自由が仮にあろうとも、このことを最大の自由であるかのように言って自由世界を賛美し、社会主義に反対する人々はいますが、
しかしこの自由主義世界で支配しているのは金と物であり資本であって人間ではないこと、人間はそれらのもとに隷属させられていることを、この自由世界というブルジョア社会の人間的事実として捉えなければ真の人間の自由を正しく考えたことにはなりません。この社会では人間は人間的価値によって評価されるのではなくて、金をどれだけ蓄えているか、土地をどれだけ所有し、どのような邸宅に住んでいるか、どういう車を持ち、どのような服装をしているか、どの大学出身者か、血筋や家柄はどうか、親戚縁者はどういう人々かというような全く外的な個人の人格や人生観、社会に果たしている役割、あるいは彼の知識などという人間の内的価値や行為からすれば全く外的で非本質的な基準によって彼の人間性が評価されるのです。すなわちここでは人間性が非人間的なものによって置き換えられ、非人間的なものが人間を規定していることになります。先ほど列記したような事物遺憾が、言い換えれば物の所有遺憾が人間の生涯をも決定するということになります。ここではあらゆる情熱とあらゆる活動は持ちたがり、貪欲の中で防止しなくてはならないとマルクスが言うように、所有欲が人々を支配します。こうした所有欲のあり方も商品社会イコール資本主義社会、ブルジョア社会に基づいた人間の欲望なのであって、これをよく言われるように人間の普遍の本能に解消して捉えてはなりません。人間と人間との間柄も結局このような社会で人々を規定しているところの価値を持っている限りでの間柄であって、自分にとって役立ち利用できる限りでの関係が支配することになります。だから地獄の沙汰も金次第とか、金の切れ目は縁の切れ目などという言葉が作られ、人々の口に上るわけです。人間に見られる所有欲や支配欲、あるいは他人との競争といった現象や傾向を人間性の普遍の性質とみなし、そしてそれらを本能的なもの、どうしようもないもの、宿命的なもの、人間本来の悪などと意味付けていく考えは人々の間に根深くあるものですし、社会と人間のさまざまな問題を最も通俗的に安易に解釈する手っ取り早い方法ともなっています。そういう説明ですっかり分かったような気持ちにもなります。しかしこういう説明が人間社会の問題の科学的解明に全く当てはまらないことは、人間も自然ではありますが単なる自然ではなく人間的自然であり、人間性はその本質において社会的諸関係の総体であり社会的存在なのであって、社会性によって人間の自然も決定的に規定されたものであることを考えれば明らかでありましょう。さらに人間の諸性質や諸特徴も歴史的社会的形成物であって、社会的変化によって変化していくものであることを捉えれば本能説の誤りははっきりとするでしょう。数多くの本能を作り上げてそれで説明しようとするのは全く非科学的な方法であり、誤った理論というべきです。人間が生きるのに必要なものを作り出し、それを使うことによって人間を動物としてではなく、すなわち単なる自然としてではなく、まさしく人間たらしめ、人間を発展させてきた最も基本的な活動こそ労働であります。労働によって人間は自然を自己のもとに支配し、意識的に投与し、そして人間的自由を拡大してきたのです。このような人間の本質の実現とも言うべき人間労働が、今の社会では強制労働、苦渋労働として現れ、人間の生産した豊かなものが人間の上にのしかかり、金が人間を支配し、人間と人間の関係をも規定しているのです。人間が人間自身の価値によって測られず、彼の所有物とか外的条件にしか過ぎないものによって測られ、そして生産はも決定づけられるのです。これらのことを私たちは見てまいりました。さらに付け加えるならば、機械は人間によって作り出され、人間の重労働を軽減し、生産力を高めるためのものであるにもかかわらず、逆に人間を支配し、労働者にとって代わり、労働者を下に従え、あるいは大量に駆逐し、人間を路頭に迷わせることになります。これがいわゆる合理化です。このように主客が転倒し、目的と手段が逆転して現れてまいります。生産労働によって社会を支えている主人公である労働者は、賃金の鎖に縛られた奴隷として存在し、労働者の労働に寄生して生きている資本家が逆に主人の地位についていることにも、主客の転倒がはっきりと見られます。この世の中はまさに逆立ちした世の中と言うべきでしょう。逆立ちを正常とみなす意識、この世の中は逆立ちした世の中とでも言うべきだと先ほど述べました。労働者が富を多く作り出せば作り出すほど、かえって生活の重さや苦しさを感じるようになり、自分たちの上に何か重々しく巨大な力が一層のしかかっているように思われます。労働者の労働が世界を開き、その最先端の技術的成果は宇宙の天体に人間が触れるまでになりながら、他方で私たちの生活は自分の住む家でさえも生涯の主目標にせざるを得ないほど、生活として全く当たり前に過ぎることでさえも
それを我が物とするのに大変な犠牲を払わざるを得ないというのが今の実情です。このように労働者の生活はますます矮小化されてきているのです。このように見てくると、この世の中には確かに逆立ちした世の中という言葉が当てはまります。最近三菱銀行が出した資料によると、いわゆる老後の生活の安定を確保するのにさえも、現在52歳の人は55歳定年まで残すところ3年間を働いて1500万円を蓄えておかなければ到底悠々自適の老後生活を送れないと算出されております。これでは普通のサラリーマンの月給から察してみても、大部分の人にとっては全くの不可能事です。だがこの1500万円が総額なのではありません。別に退職金として600万円出ることを予定しての上でなのです。したがって総額は2100万円ということになります。この資料はさらに、現在清掃年代の人々が老後の生活安定を目指す場合にどのように心がけなければならないかを算出しております。それによると、現在22歳のサラリーマンは毎月支出額の 50% を貯金に回していかなければならないし、32歳の場合のサラリーマンの場合はその 70% を、42歳のサラリーマンの場合はなんとその 80% を貯金に回していかなければならない計算になると述べております。1969年7月3日付夕刊読売新聞。これで見るならば、私たちが精一杯に働いた後の老後の安定でさえも全く不可能なことと言わなければなりません。このように老後について見ただけでも安定がおぼつかないとすると、青少年の世代にとって働き盛りの行く10年間の最も人間的な夢と希望の多い、やりたいことの多い時代の生活を、いわゆるマイホーム主義的生き方に傾注し尽くすことが果たして幻想ではないと言い切れるでしょうか。さらに、労働者の労働なしには何者も築き得なかった我が国の富、現在工業生産において資本主義世界第2位の地位を占めているも、したがってまたこの国も労働者にとっては自分たち自身のものとは感じずに、よそよそしいものに感じ、労働者は国家の力に反比例して自分たちの無力感を感じ、疎外感を深めています。国家の力は労働者の力としてではなく、支配している少数の人間たちの力として現れてくるのです。前に述べたように、社会が成り立っていく上に不可欠の生産の担い手である労働者階級が従属的な地位に置かれ、しかもそれが圧倒的多数を占め、逆に労働者の労働に依拠せずには存在できない少数の人間である資本家階級が支配者の地位に立っております。資本主義社会はこうした階級関係によって成り立っていることは、賃金労働法などの学習を通じてすでに皆さんがよくご存知の通りです。これらの事柄の中にも世の中の逆立ちがはっきりと読み取れます。だが、逆立ちが現実として存在し、私たちにとって既存の条件として現れ、しかも私たちの行為によって日常的に再生産されているもとでは、逆立ちが異常ではなく状態のように人々の意識が作り上げられます。私たちは自分の意思で条件を選択してこの世に生まれてくるのではありません。この世に生まれてきたとき、そこに見出すものは先の代の人々によって作り出され受け継がれてきた一定の歴史的社会的条件であります。私たちはこうした既存の前提の上に自分の歩みや歴史を作り出していくのです。この世に生まれて以来、日常生活の中で幾万回か繰り返される生活行為の中では、それを導き、その日常性に矛盾することのない価値観や世界観が大多数の人々の生活意識を形成いたします。こうして逆立ちが逆立ちとしてでなく正常な姿として人々の意識を支配するようになるのです。こうした意識を作り上げ、さらに強めるために、支配階級によって学校教育から企業内教育に至るまで、あるいは新聞テレビをはじめ社内法に至るまで、一切の手段を用いての国民の意識づくりと世論操作が推し進められていることは言うまでもありません。ブルジョワイデオロギーの基本特徴、資本・賃労働の概念をめぐって、支配階級によって作り出される意識、ブルジョワ意識の基本的な特徴は、資本主義社会の社会制度とこのもとでの労働者の在り方が人間の永久不変の姿であり、自然の関係であるとみなすところになります。例えば、私たちが耳にする広く流布されている意見の一つに次のようなものがあります。資本があって初めて社会が成り立っているのだ。もし資本がなければ生産が行われなくなってしまうだろう。社会主義者が言うように、資本をなくしてしまうならば実は社会が滅ぶことになるんじゃないか。この意見に皆さんはどうございますか。この意見に対して多くの角度から正しく答えることができるかと思いますが、私がここで問題にしたいのは、この意見が資本というものを極めて常識的に生産を行うのに必要な機械や道具、
あるいは材料、資材、それらを買い求めるために必要な金などを意味しているということです。つまり人間が生産を行うためにいついかなる時代でも必要とする諸手段を資本と呼ぶことによって資本を永久不変の超歴史的なカテゴリーにしてしまっているのです。こうして資本というものが歴史上の一時代の産物であって決して超歴史的なカテゴリーではないこと、生産に必要な諸手段が資本として存在するのはそれが資本主義の社会制度のもとにおいてであることが見失われているところに先ほどの意見の誤りが根ざしていると言わなければなりません。同じことは賃労働についても言うことができましょう。資本主義社会の中に生を受け、幾世代が親から子へとこの社会の下で生活してきた中で、人々の常識的な意識は、どこかの企業に雇われ、そこで働いた仕事の結果に対して給料をもらっているのであって、それで家庭も自分も生きていけるのだというように作り出されます。こうして給料、上の人から賜るものという意味のことは、意味の言葉をもらうための労働が、生きていくために不可欠なものであり、そのために当然のなすべきことと思われ、雇われること、資本家の存在によって労働者が生きていけるのだ、雇ってもらっているからこそ生活できるのだという労使協調の思想が成り立つ意識上の基盤が自然発生的に用意されることになるのです。賃労働は人間が生きるためには誰でもする当然のことに思われ、それ以外には労働者が生きる術がないかのように思われております。そしてこうした状態を日々繰り返して生き、必要なものをともかく自由に買い求め、自由にレクリエーションを楽しみ、家族がまあまあつつがなく日常生活を人並みに送っているのだからという大多数の人々の状態の中で、自分が一個の人間として世間並みに生きているのだと思えてくるのです。このように意識に上ってくる人間とはどういうものなのでしょうか。それは生物学的な種としての人間、あるいは超社会的に捉えられた家族の中に生きる人間でありましょう。そしてこの人間概念は資本主義社会の制度の下で、それによって規定された人間、したがって階級関係の下で階級的に規定された形態としての賃労働、搾取される労働を行っている階級的人間としての人間概念を全く脱落させてしまっているのです。すなわち超歴史的、超社会的に捉えられた人間概念なのです。資本賃労働という概念をめぐって、それのブルジョアイデオロギー的認識を批判してきたのでしたが、これに関してマルクスは次のように述べております。私たちの思想形成の上でも大変大事な事柄ですので、これまでの話と合わせてしっかりと把握してください。黒人は黒人である。一定の諸関係の下で彼は初めて奴隷となる。木綿紡績機械は木綿紡績のための機械である。一定の諸関係の下でのみそれは資本となる。これらの関係から引き離されれば、それが資本でない。賃労働と資本。資本も一つの社会的生産関係である。それは一つのブルジョア的生産関係であり、ブルジョア的社会の一生産関係である。貨幣は機体が同じであれば常に同じ形態のままである。そしてそれだけにますます単なるものと考えられやすい。しかし同じもの、商品、貨幣など等々が資本を表すことも収入などを表すこともあり得る。それゆえ経済学者たちにさえ明らかなことであるが、貨幣は決してそのままで明白なものではない。そうではなくて、同じものがある時は資本という規定のもとに、あるときはこれと別な対立的な規定のもとに包摂されてあり得るのであり、したがって資本であることもないこともあるのである。こうして明らかに資本は一つの関係なのであり、また一つの生産関係でしかあり得ないのである。マルクス、資本性生産に先行する諸形態。このように資本は決して超歴史的なものではなくて、一定の歴史的な生産関係において成立するものであること、それはブルジョア的生産関係であることをマルクスははっきりと述べております。このブルジョア的生産関係は歴史的、一時的な形態のものであることは、現代史の歩みが事実をもって示していることであります。このブルジョア的生産関係の歴史性とそれの廃絶される必然性とについても、マルクスは次のように述べております。全ブルジョア的生産は生産の一時的な歴史的一形態である。その一切の諸関係、資本や賃金や地代などは一時的なものであり、発展の一定点において廃止されるものである。賃労働と資本。この引用文、さらに前景の引用文に見られるような、ブルジョア経済学理論の徹底した研究と批判によって発見し、創造したマルクスの諸概念と理論、原理が、演説した学問性と厳密な科学性、論理性を持ったものであることは、前景の引用文献、あるいは経済学機関、資本論などによって明らかなことであります。そしてそのことが、労働者階級の勝利と資本主義の滅亡の歴史的必然性を科学的に解明したことによって、同時に労働者階級の解放の対応に不罰の信念と確信とを与え、
戦う人々に力強い励ましを与え、情熱と意志の源となっていることを見落としてはなりません。ここには学問や理論の真理性がしばしば思われているように、抽象的超階級的で非実践的なものではなく、それは極めて党派的階級的であり実践的なものであることが見事に表されております。プロレタリアートにとって必要なのは、主観的願望やユートピアや大臣たちの口約束ではなくて、科学的真理であります。プロレタリアートの究極的解放は科学的真理に基づいて初めて可能となるのであって、幻想に基づいてでないことは言うまでもありません。プロレタリアート解放の精神的武器は科学的真理であります。プロレタリアートにとってはこのように階級性と真理性とは一致するものであります。偽りの普遍性と真理性、さてこれまで見てきたように、資本主義社会の下では社会や人間がその現実のあるがままの姿において永久不変なものとして、超歴史的普遍的なものとして、従って言うまでもなく没階級的なものとして人々の意識に現れてまいります。そしてこれが社会の支配と統治のためにブルジョア人にとって極めて好都合なイデオロギー的土壌となるのです。なぜならブルジョア人にとっても彼らの目的を遂行するためには、そのブルジョア人の利益を社会の全成員の共通の利益として表してみせること、つまり関連的に言うなら、その思想に普遍性の形式を与え、それを唯一の合理的な普遍妥当な思想として表してみせることを余儀なくされている、マルクス・エンゲルス、ドイツイデオロギーです。余儀なくされているからです。このようにブルジョア人は支配を維持するためには、全社会の同意を何らかの形で維持しなければ、その土台を失うことになるのですから、その社会の全船員の共通の利益として、あるいは唯一の合理的な普遍妥当な思想として、自分たちの階級的利益を表明しなければなりません。同時に支配階級というものは、自分たちの支配の永遠性を信じ、それにしがみつくようになることも当然でありましょう。彼らにしてみれば、自分たちの支配的関係を一時的、歴史的なものとみなすことは決してできないことなのです。こうした階級的心理と支配者としての打算的な考え方、マルクス・エンゲルス共産党宣言、打算的な考え方が、ブルジョア的な生産諸関係及び所有関係を、それが実は生産の進行とともに消えていく歴史的諸関係であるのに、それを永遠の自然法則、理性法則に変えて示そうと働くわけです。こうした衝動と意図によって普遍性を装ったブルジョア理論が、ブルジョアイデオローグたちによって作り出され、それが人々の中にある常識を基盤にして、一切の手段を用いて人々に浸透させられるのです。このことは、労働者階級が自己の階級意識に目覚めることを、ブルジョア人は最も恐れていること。したがって彼らは様々な手段や形態を使いながら、思想攻撃と思想教育の中心目標を、労働者の階級的自覚、階級意識の形成を阻害することに置き、労働者の意識を階級的に解体して、一般国民や市民主義的個人、あるいは先に述べたような抽象的な人間などという概念の中に眠り込ませることを狙っているということができます。自然発生的意識と階級意識、労働者階級が自己をブルジョアジーから区別し、自ら階級意識を獲得することの重要性は、ブルジョア社会において生ずる前述のような意識構造を理解することによって極めて明らかとなりましょう。すなわち、ブルジョア社会において支配的な思想はブルジョア思想なのであって、労働者階級といえども自然に生じてくるものままでの意識においては、基本的にはブルジョア意識にとどまったものとして現れてくるのです。したがって、労働者の自然発生的意識においては、先ほど資本や賃労働の概念について見たように、資本と労働との階級対立、根本矛盾は隠蔽されて、超歴史的超階級的なものとして現れてくることになるのです。これによっては、労働者階級が自分たちの究極的根本的利益を実現し、人間解放の歴史的課題を果たすところの前衛部隊として階級闘争を戦い抜き、勝利を勝ち取ることは不可能になります。階級意識が強調されなければならない理由は、このように労働者階級が自らの解放を実現する上で、階級意識が決定的な要因をなすものであり、階級意識が決定的な要因をなすものだからであります。階級意識は労働者階級の勝利を意識面において準備するものなのです。だが、一部の政党は階級意識を抽象的に強調しながら、それを労働運動内における党派闘争の道具として扱ったり、党勢力の拡大の方便として口にしている場合があります。それは階級意識の矮小化以外の何者でもありません。階級意識を形成し、労働者階級が自覚的、意識的階級にならなければならないのは、それなしには資本主義社会において、労働者階級に固有のブルジョアから区分された独自の利益と、労働者階級に歴史的に課せられた社会的、人間的解放の課題等を、普通に成功率に遂行することができないからです。しかも、この階級意識はブルジョア社会において労働者の自然発生的意識としては成立し得ないというブルジョア社会の意識構造の特徴のゆえに、労働者階級の階級意識の形成が目的意識的に追求されなければならないのです。
繰り返しになりましたが、この点が極めて大事ですので強調した次第です。現代において労働者階級が自己の解放を実現することは、単に労働者階級という一階級にとどまらずに、他のすべての階級をも解放する土台を作り出すことになります。言い換えれば、労働者階級は他のすべての階級の人間的解放を実現することなしに、労働者階級だけが解放されるということはありません。だから労働者階級の解放とは全人類の解放を同時に準備するものであり、両者は根本的に共通の利害関係によって結ばれているのです。このことは農民、商人、知識人、学生、その他の勤労人民がそれぞれ個別に自己を解放できると考えることは幻想に過ぎないことを物語っております。労働者階級の解放によって他の諸階級、諸階層の究極的解放も初めて可能となるのです。以上から明らかのように、労働者階級こそ資本主義を打ち倒して社会主義を実現し、人間解放を推進する中心階級であります。そして労働者階級の基本的利益は他の人民諸層の基本的利益と一致するがゆえに、労働者階級こそ真実の普遍性を担った階級なのです。これまで私たちは私たちの生きている社会が逆立ちした社会であること、そしてこのブルジョア社会、資本主義社会の下で自然発生的に生み出されてくる人々の意識も含めて、ブルジョアイデオロギーというものがどのような内容と性格を持って立ち現れるかを見てまいりました。すなわちそれらはこれまで述べてきたところからお分かりのように、虚偽の意識、偽りの意識として成立してくるのでした。それは阻害された意識なのであります。だから労働者階級は自然発生的な意識に基づいたのでは、自己解放の使命を果たすことができないのであります。常識と呼ばれているものも、その内容は現在の支配体制の利益と矛盾しない性格のものと見なければなりません。多くの国民の意識の中に、例えば戦いという言葉に対して嫌悪を感じ、何か良くないことという印象を引き起こす意識が根深く残っていることを皆さんも体験されていることと思います。その戦いが人間としての価値と尊厳さを守るためのものであっても、また国民全体の真の利益を目指すものであっても、できれば戦いではなくて平穏に人間的にできないものかという気分、思想が人々の間に強く存在します。和をもってたっとしとなすという和の精神が日本的精神風土を支配し、そこから常識的思想の多くのものが発生してくるのです。支配階級による支配階級のための反労働者的支配秩序に対する闘争も、秩序を乱すという口実によってあるまじき不定の行為であり、人々、非支配階級に所属する人々なのですが、に迷惑をかける悪事であるかのように思われてくるのです。こうした例は無数に挙げることができるでしょう。多くのことわざや新聞記事がその材料を提供しております。常識は民衆が実生活の中で捉えてきた堅実な知恵を含んでいることも事実です。しかし同時に、それが一応の妥当性を持つ限られた狭い範囲を超えて適用され解釈されたとき、先ほど見た例が示すように現状維持と現状肯定を施行させるものとなり、変革による根本解決ではなくて、没階級的に捉えられた個々人の心の持ち方、愛や勤勉の進めに無条件的に社会的条件を全く射照して人々を向ける結果となります。私たちはこうしたことを多くのことわざの中に見つけ出すことができるでしょう。常識批判について詳しくは、説著実践の哲学2をご参照ください。このように見てくると、常識も一種の虚偽の意識であるということができます。階級意識と正しい生き方。私たち人間は生きている以上、何らかの世界観や人生観を持ち、それに基づいて生きているのです。しかし、この社会での個々人の体験によって得た自然発生的な世界観や人生観、あるいは常識に基づいたのでは、労働者階級としての正しい生き方と方向を踏み外すものとなることは、もはや言うまでもないことと思います。これこそ自分の虫だと信じ込んだ生き方が、実は自分、労働者と客観的に敵対しているブルジョアイデオロギーによって捉え込まれたものでしかなかったとするならば、自分自身のものと確信していたにもかかわらず、自分とは全く外的な、疎遠な、高い級の他人の頭によって、自分の手足を奴隷同様に動かしていたことになります。こうした自分をどうして主体的などということができるでしょうか。レーニンは名著何をなすべきかの中で、労働者大衆が彼らの運動の工程そのものの間に独自のイデオロギーを作り出すということが考えられないと言い、労働者階級の正しい認識は科学的研究の最高の成果として知識人によって作り出されるものであることに革命家たちの注意を向けさせたのでした。なぜならば、それは最も批判的な科学でなければならないからです。レーニンは先の文章に続けて次のように述べております。問題はただこうでしかありえない。ブルジョアイデオロギーか、それとも社会主義的イデオロギーか、そこに中間のものはない。なぜなら、人類はいかなる第三のイデオロギーをも作り出さなかったし、階級矛盾によって引き裂かれている社会に階級外のまたは超階級的なイデオロギーなどは決してありえないからである、と。こうである以上、私たちにとってブルジョアイデオロギーとの闘争は、それが一つの分野としてというにとどまらない重要な意義と役割を持ってまいります。
労働者階級のまさしく自己認識としての階級意識の形成は、社会と階級の実践的科学的認識によって行われるものであり、そのためにこそ今、全力を挙げて教育学習が行われなければならないのです。労働者が人間として人間的に生きる方向とその生き方の問題は、こうして労働者階級としての階級意識の形成と不可分のものであり、それを不可欠なものとすることが明らかになったことと思います。